遠行院は戦国時代の女性。海の国の戦国大名である武田春信の着男武田義信の娘。母は義信正室で、駿河今川義元の娘である峰松院。戦国期に海、武田氏と駿河今川氏は和睦し、高城再起によれば、春信の着男太郎は天文19年12月7日に元服し、 天文21年11月27日には、今川義元の娘が義信の正室として、迎えられた。これにより、武田、今川間には、木の春同盟が結ばれ、さらに、今川、相模御北条氏の間にも婚姻同盟が結ばれ、三国間で、交渉、春三国同盟が成立する。義信と、峰松井の間には、武田源実統系図によれば女子がいたとされ、 江戸時代後期の海の国史では女子二人の存在を記している。A63 年に桶狭間の戦いで今川義元が内死にすると武田、今川間の関係は険悪になり、a 6十0年には武田家において義信が謀反の罪により自害させられる、義信事件が発生している。母の峰松院は翌 A61 年春に今川氏真の要請により、 駿河へ引き取られ、今川氏の滅亡後まで存命したという。遠行員は母と共に駿河に引き取られたとも言うが、その後の自責は不明。ありがとうございます。